ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車が991ターボ S、あと992ターボ S、 こちらの車両比較でお届けしたいと思います。はい、で年式だったり走行距離に関しては、あ、はいはい、僕の鳥並みの頭では覚えきれないので、はい、ホームページの方からご確認ください。はい、これただすごい並びっすね。そうなんです。もうこれはぜひぜひちょっと比較したいなっていうのは前々からありまして、まあ、特に991の方も 1.2 の後期のターボ S なので本当に直近の新旧比較ができるかなと思います。まあ、なかなかこう単体では取り扱いさせていただくこと、まあ、多々ありますけれども、はい、2台こう、そうなんですよ、たまたま入ってるってなかなかないと思います、うん、はい、まあ、いい機会なんでちょっと比較でお届けしたいと思います、はい、で比較といってもそんなに知識が深いわけじゃないですから、まあ、大体見てくださってる方の方が詳しいパターンですからね、はい、なんで、まあ、一緒に見るっていうことで、はい、で僕と池田君で、まあ、ワイワイ言いながらちょっと2台比較してみたいと思います、はい、でまず、まあ、車ここちょっと悩んでる人ってうん、いらっしゃると思います。いるんですかねやっぱり、うん、まあ、価格帯全然またやっぱ変わっちゃいますけども、ただもうデザインだったりとかボディサイズもやっぱ結構変わってきてるので、そういった点でまあ選ばれる方は特にまあ今までもこういった系統乗りの方ですとどっちがいいんだろうって気になる方は多いと思います。特にここ最近なんか新しい車こそなんかいいよねっていう感じがどんどん薄れてきてる。そうですね、はい、まあでもどうなんでしょう、僕のイメージはポルシェはもうまあよく耳にするんですけど、最新こそ最良じゃないですけども、やっぱどんどん良くなってるっていうのも目に見えて分かる車だと思うので、はい、まあ、車の出来としてはもう当然新しいものの方がいいんでしょうけど、うん、はい、やっぱり好きと嫌い、いいと悪いは結構別ですから、ね、はい、まあ、この辺分かれてるところだと思います。であとは価格が結構開きあるんですよね、はい、まあ、新車がやっぱ、まあ、もちろん装備であったり最新技術がすごく良くなっていってるので、やっぱり現行の最新モデルっていうのはもう新車価格がどんどん上がってるっていうのがございますので、まあ、その点でまあ中古車市場でも旧モデルと現行モデルは差が出てる部分だと思いますね。ざっくりで言うとだいたい1000から1500ぐらい、まあ今そんぐらいはそうですね、個体によって多分その上下あると思うんですけど、はい、まあ、そのぐらい離れてるんで、はい、まあ、割とこう価格は離れてる、はい、けどこう内容としては同じグレードの車ですから割と近いものがあるんで、割と比較されている方もいらっしゃるんじゃないかと。でまずここの大きな違いとしては外観、はい、外観、はい、結構992で大きくなってるんですよね。そうです、はい、ボディサイズは、まあ、特に先ほど、まあ、土屋さんともおっしゃってましたけど、フロントもだいぶもうワイドになっているので、だいぶまあ外観の見た目もよく見ていくと違うかなっていう感じですね、はい、ちょっとワイドになって長さも少しこう、はい、長くなってる感じですよね、はい、あと一番大きなトピックとしてはそのフロントのこうトレッドがだいぶ992で広がってる、はい、なんでちょっとその辺は順番に見てみたいと思います。あともう一つ大きなところで言うとデザインが全然そうです。こっちどっちかっていうともう水冷からのそのままの流れ、はい、でこっちで993に割と回帰してるんじゃないかっていう。そうですね、私は個人的になんかちょっといろいろ下調べしてる中でそのようなイメージがちょっとあったので、結構、まあ、クラシック、ネオクラシックっていうんですかね、まあ、だいぶその993ぐらいのモデルをインスピレーションしている部分多いのかなっていう印象を受けました。ちょっとこっちの外観から見ていきましょうか、はい、まず992の外観、これ、全体的なシルエットは911ですから、はい、まあ、似た感じなんですけど細かく見ていくと全然違いますね。これ全然違いますね、私もびっくりしました。でまずバンパーがちょっとこの991の流線形な感じから、はい、この992になってすごくこうダクトが強調されたというか、はい、でこの基本的には水平基調の、そうですね、はい、これ内装にも結構つながってるんですよね、はい、そうです、ちょっとその辺がすごく感じるなっていう。あとはこのプレスライン、はい、変わりましたよね。そう991ってこうバンパーのこのプレスラインというかそのラインがこのフロントヘッドライトにこう被る感じだったのが、うん、はい、ずいぶんこう下がった、はい、ヘッドライトより全然下に下がってきましたね。で特に今の車ってなんかバンパーが一体デザインで、はい、メルセデスなんかだとこうグリルまで一体のバンパーなんかは定番ですけど、はい、992になってなんかバンパーはもう本当にバンパー、はい、そうですね、前側だけっていう、うん、なんかちょっと今までの流れにないシルエットになったな、はい、だと空力がすごいんですよね。そうです、もう本当に考えられてるというか、まあ、本当に大きく、まあ、リアも後ほどご紹介するんですけども、フロントからまあリアいろんな部分でそのエアロダイナミクスの部分はだいぶ変わってます。で特にこの
可変のフラップ付きのこうダクトだったりだとか、はい、この辺がその空気の取り入れもそうだし、そのエアブレーキなんかにも、はい、で常時こう動くような感じ。そうですね。そしてこのこちら991にもありますけども、はい、この下の部分、これも電動で出てくるタイプですけど、はい、これよく見比べると結構違うんですね。そうですね、はい。992だとちょうどこの方にシワがあって、こうもっとこうより折りたたまれるという感じになっていると、はい、この辺はもう従来のものを引き継ぎつつ何か新しくなっている、はい、まあ、特にこの辺もそうだし、はい、まあ、あとはそのボンネットなんかも随分違うんですよね。ボンネット、僕はもう個人的に992これはよくやってくれたっていう感じです、はい、やってくれたな、はいはい、でこのプレスラインが、はい、割とこう993ぐらいからの。そうです、今まで、まあまあナローから930、964、993とこのまあプレスラインと、まあ、993ぐらいまでは実はダクトがあったりもしたんですけども、はい、996からこのプレスラインすらもなくなってのぺーっとしたボンネットだったんですけども、久しぶりにプレスラインがこう縦に入って、まあ、過去のそのモデルのインスピレーションが入ってるなっていうのを感じましたね。であとこのボンネットラインもカクカクってなったんですよね。そうですね、はい、今までってこう割とこうふわっとした流れだったんですけど、はい、うん、この辺もクラシカルな感じですよね。シャープさが強調されたというか、うん、あともう一つこのフェンダー、はい、あの僕ちょっと再確認してみました、はい、やっぱりここ穴が開いてるフェンダーこそらしいというか、うん、そうですね、はい、思ってしまいました、うん、でもちろんその996、997、991の、はい、ここで切れてるフェンダーもいいんですけど、なんかこのフェンダー単体で見たときにここにやっぱり穴が開いてるフェンダーが、うん、らしいし、なんかやっぱりこう、そうですね、すごくクラシックな感じを感じる、うん、だここすごくいいですよね、デザインに関しては、はい、でヘッドライトなんかも見比べると分かるんですけど、中のまあインナーのデザインもあるんですけど、少しやっぱりこうなってますよね。ちょっとそうですね、本当にわずかですけど、はい、デザインなんかも若干変わってきてると思うので、まあ、形状とかその辺も含めて進化はしてきていると思いますね。特に先代があの一番高いヘッドライトだと2段になって、はい、ちょっと こういう感じがより見えるんで、まあ、その辺もあると思うんですけど、はい、やっぱりこうポルシェって言ったらちょっとこう起きてる方が立てて、そうですね、はい、はい、まあ、その辺もあってフロント周りのデザインがまず全然違うかなっていう、はい、さあ続いてこちら先代991.2、うん、はい、こっちはもうさっきと真逆というか、はい、本当に柔らかいライン。そうですね、もう本当に992紹介した後だと皆さんにそのヘッドライトとかボンネットの形状とかお分かりいただけるかなと思います。で本当に全体的なシルエットは割と似通ってるのに、はい、細かく見ていくともう全然違う。そうなんですよ、ボンネットもそうだし、うん、フェンダーもだからここで切れてるんですよね。そうですね、はい、で前回りも割とこう柔らかいラインで繋がってる感じ、はい、で992と違ってこの辺固定なんですよね。固定です、はい、ですよね。なんでちょっとエアロダイナミクスの進化はやっぱり992にかなり感じますね、はい、ただこの991もこれでなんか形が完成されてるというか、はい、まあ、よく言えばもう全然もちろん古さも感じないですし、やっぱりもう完成されてる、まあ、違い細かい部分違いあると思うんですけども、もう本当やっぱり歴代911って、まあ、このあまり大きな進化ってあれじゃないですけど、パッと見てもあ911だって分かるこのデザインがやっぱ魅力だと思うので、そういった部分ではもう後期の991も全然いいのかなと思います。あと僕個人的にはあのレトロ回帰してるはずのこっちの992より、うん、こっちの方がカエルっぽい。まあ丸みもあったりとか、そうですね、そうそうそう、優先的なのもあるので、柔らかいラインがちょっとカエルっぽい、はい、はい、そんなのをちょっと感じます。そして先ほど触れたちょっとそのリップの部分も、はい、これこの方だとやっぱりここシワ寄ってなくて、ね、ちょっとここデザインされてる、はい、だ機能的にはこう左右と真ん中でこう出てくるタイプの感じなんですね。そうですね、はい、あとナンバーベースはやっぱりこっちじゃないでしょうか。ナンバーベースは正直こっちの方がいいですね。、はい、こんな違いもあったり、であとフェンダーに関しては、はい、先ほど触れた通りだいぶこう形が変わってるのもそうなんですけど、はい、この出具合もだいぶ違うんですよね。だいぶ変わってますね。割とこう991に関してはこうのぺっとしたというか、はいはい、つながるデザインですけど、992になるとだいぶこうフロントフェンダーがこう出てるデザイン、ね、まあ、実際数字的にも出てるらしいんですけど、はい、あとここがへこんでる。そうですね、はい、だよりこうかるかなと、ワイド感が強調されてる、はい、こう991だとここへこんでないですもんね。そうですね、こう平らというかこう逆に盛り上がってるぐらいですけど、992になるとわずかにここがへこんでるんで、はい、よりこうフロントのワイド感が強
強調されている感じになっていると。あと足元を見てみますか、はい、足元、まあ、今回はちょっと違うデザインのホイールなんで、はい、まあ、なかなかちょっと見た目の比較は難しいかもしれないですけど、はい、ちょっとなんかオフセットが992の方が奥に入ってる気が、あ、まあ、それはあるかもしれないですね、まあ、リアのフェンダーアーチのとこに、まあ、貼り付け の, あのオーバーフェンダーがついてなかったりもするので、そういうのはあると思いますね。ここの奥行きが結構992の方があるように見えるんですよ、はい、割と991だとフラットなデザインですけど、はい、ブレーキなんかももう完全に一新されてるんですね。ブレーキはもう全然変わってます。で991だと6ポットですかね、はい、ブレンポ製ですよね、はい、それが10ポットに、そしてローターがこれでかすぎませんか。はい、もうこれは、まあ、ブレーキ992にはこの PCCB 標準なんですけども、420mmのローターで、確か今現状市販車で装着されているローターでは最大サイズのはずです。 400mm ってあんまり聞かないそうです。私もブガッティのシロンとか、あとまあ20年以降の日産 GTR ニスモとか、あのあたりのカーボンセラミックが 410mm とかなので、それよりもちょっと大きいっていう感じですね。300後半ぐらいだったらまあまああるよね、まあ、そうですね、はい、なんとびっくり400ということで、はい、非常に大きなブレーキが装着されて、あとセンターロックはもう当然の標準装備ということで、はい、あとはタイヤが、一応サイズアップちょっとしてるんですよね、はい、幅がワンサイズ、はい、でリアに関してはまあホイールの外形も21になってるということで、はい、まあ、その辺なんかの違いもあるのかなと。そうですね、はい、あとこれ注目すべき、まあ、これオプションなんですけど PCCB なのにキャリパーがブラックなんですよ。あ、これオプションなんだ。オプションです。標準はイエロー。イエロー、あ、え、あ、そうですね、イエローですね。 PCCB はイエローで、スチールがまあレッドで変わらずなんですけども、 PCCB が今度オプションで黒の塗装が選べるようになってて、なるほど、これがまた逆にすごくいいなっていう感じです。あとはポルシェって絶対こうキャリパーがこう車体内側についてて、はい、なおかつなるべくこう下になるように、リアなんか結構こうキャリパーが下の方に、はい、だから重心をなるべくこう中心の方に寄せて、なおかつ低くっていう、はい、これバネ下重量も確か PCCB だと 50% ぐらい、約 50% ぐらい確か軽いんですよね。まあそんな感じになってるみたいです。であとはまあ PASM なんかも全部標準でついてますし、はい、こんな感じの仕様になったんです。でこっちも見てみます。はい、はい、一方991の方もこれベルがだいぶ違うんですね。あ、そうですね、991は結構大きめのベルで、うん、もう丸見え。そしてこのこれも10ポットって言ってるからちょっとこう比べるとだけど、はい、これも相当っすよ、はい、十分なストッピングパワーを発揮するはずなんですけども、こんな感じのキャリパーになってて、そしてやっぱりオフセットが少し992の方が深い感じが僕は印象を受けました。はい、でタイヤもこれ新車装着のやつですよね、のはずです、はい、はい、ピレリですね、245で、はい、992になると255、はい、装着される感じになっております。であと全体的なシルエットでいうと本当にこう似てるというか正常進化というか、はい、もうこれは911のいいとこですよね。あとは大きく違うとこといえばこのカーボンルーフか、はい、ルーフです。ただルーフも一応まあ99にこれ弊社である当店にあるのはカーボンルーフなんですけども、一応オプション、あ、これオプションなんです。オプションです。サンルーフの設定もあるので、あのお選びいただいてっていうところで、まあ、カーボンルーフはちょっと私もターボだと新鮮といいますか、うん、今までなかったので、まあ、これはこれですごくいいなっていう感じですね。今までがバイザッハだけ。バイ、そうですね、991までは GT2 とかそのバイザッハのパッケージオプションに、GT系のバイザッハにしかなかったのが、はい、そうですね、このストリートの頂点とも言うべき、はい、ターボにもついてると、はい、でこっちは、まあ、普通のルーフになってますね、はい、あともう一つ違うのは窓枠がグロスとこのザラザラ で、ね、はい、これ全体的なシルエットはもう全然997とかよりもなんかこう、うん、ここら辺変わって、そうですね、ちょっとこの991、992に関しては割と近いこうウィンドウのシルエットですけど、はい、窓枠違うだけで全然違うですね。そうですね、印象変わりますよね、引き締まって見えますね、やっぱり。あとミラーなんかも、はい、これ単体で見たときは何とも思わなかったんですよこれ比べると全然違うですね。いや、ポルシェでこの形のミラーがちょっとまだ慣れないです。やっぱり991までのデザイン、まあ、三角形おにぎり型みたいなこう、はいはい、ミラーだったと思うんですけども、ちょっと卵型というか、そうですね、おにぎり型というか、はい、で幅も全然違う。そうです、はい、992にもう 2,3 センチこう横に伸びてる感じ、うんうん、本当にこう横長のミラーっていう感じ、はい、本当に同じ
同じ917なのに、年代が違うとこうも違うのかという、そうですね、違ってくる。あと大きなところとしてはやっぱり取っ手が、はい、こう握るタイプと、そうですね、これはもう991.2、まあ、991と992の大きな違いですよね、はい、あとこの S クラスみたいな、はい、アンロックすると出てくるやつですよね。そうです、はいはい、このタイプになってこれ池田くんどっちが、私は、まあ、やっぱ先代の、まあまあまあデザイン見た目的な部分はあるんですけども、やっぱり実用性を考えると、はい、あとちょっとレトロなので言うと、やっぱりこうしたいかなっていうのは僕思ってしまいました。そうですね、はい、ただ空気抵抗だいぶ違うんですよね。そうです、空気抵抗だいぶ減ると思います。なんでここはもうフラットになってるんで、その辺の違いもあるみたいな、はい、あとはダクトですよね、フェンダーのところ、はい、もうターボといえばこのダクトですけど、そうです、これも比較すると全然違うですね、はい、まあ多分おそらくですけども、まあ、ドアノブの形状が変わったことによるものが大きいかなっていう印象はあります。あ、はい、乱気流が生まれないので、言ってしまうと992の方がダクトが小さくなってるっていうところなんですけども、まあ、綺麗に空気が流れてくるので、まあ必要以上の大きさはいらないっていう感じなのかなっていうふうには思いました。なるほど、割とフロントの流れでいくとこう進化していくとこうダクトがこうより効率的で大きくなると思いきや、はい、必要ないところはちゃんと小さくしてくる。そうです、だ結構サイズ違うんですよね。違います、ね、塗ってる塗ってないかもあるみたいですけど、結構サイズが違う、はい、でこの辺の流れがこう空気の流れ、はい、全面的にこう992で変えてるんですよ、はい、なんでちょっとその辺なんかの違い、あとワイド感は、いい色です、はい、まあ、992もベースからだいぶもうやっぱあのワイドになってきて大きくなってきてるので、まあ、ターボだからといってその昔の930みたいなもうリアがボーンっていう、こうワイド感っていうのはちょっと薄れちゃってるかなっていう気はしますけども、ただまあやっぱりモデルの中でも一番まあワイドなモデルなので、で数字的なものでいくと約20ミリ、はい、片側1センチずつぐらい992の方がワイドになっている、はい、あとこのツバがついてるついてないなんかも、あ、そうですね、これ日本仕様だけですよね、はい、おそらくだったと思います、はい、まあ、そんな違いもありつつ、はい、そしてあとリアのホイールに関しては、まあ、これもおなじみですけど992になると21インチになるということで、はい、21ですよ、そうですね、まあ十分もうスーパーカーですけど、もういよいよなんかもう足元のそのセッティングも、そうですね、スーパースポーツスーパーカーに突入してきたなっていう感じしますよね、はい、リアもタイヤ確か太さも3インチ5とかですよね、はい、なので結構太いタイヤ入ってるので、もう本当ーー幅もだからサイズアップしてるんですよね、はいはい、そんな違いがあって、であとキャリパーなんかも、はい、結構違うという、そうです、まあ、あれリアに関しては一緒なんだこれ、あ、リア共通ですね、ローターに関してはこれパッと見一緒っぽいですね、そうですね、ローターも多分おそらく同じかなと思います、リアに関しては、ただ品番がちょっと違うぐらい、はい、一応ブレンボ製のカーボンセラミックのローターになっていると。じゃあ続いてリア見てみましょうか、はい、リアは、はい、これフロント以上になんか全然顔つきというのが後ろ姿が全然違う、はい、変わりましたね、こんなに違いますかっていうぐらい違いますね、はい、で992からいくと992がやっぱりこうつながった、はい、デザイン、はい、今までつながってるって言えばこう4駆モデル、そうですね、まあ、あとモデル的には993までの、歴代確か真ん中リフレクターですよね、なんですけども、まあ、一体化してるようなこうテールランプだったんですけど、それにまあ近いのかなって勝手に思ってます。あとはこうパッと見ですけど横のラインがめちゃ増えたですね。あ、はい、そうですね、増えました。テールもそうだし、まあ、この辺のバンパーのラインなんかもそうだし、はい、とにかく横のラインがすごく、うん、はい、でこの991の方は割とこう横のライン少なめで、はい、まあ、前にも習ってこう割と柔らかいラインで、そうですね、つながってる感じ で、ね、でウイングに関してもこう見ると全然やっぱり違うですね、はい、ウイングの形状も変わってますね、まあ、ハイマウントだったりだとかこの2段になってるウイングの位置関係なんかも一緒ですけど、はい、見ると形状も全部違って、割とこう991の方がこうダックテールじゃないけど、あ、そうですね、ちょっとこう最後の最後も少しこう競り上がってるのかな、はい、だとはポルシェロゴがやっぱりロゴ変わりましたよね、変わったっすね、はい、もう992に関してはもうどうなってるのっていう感じのデザインになってますけど、ただテールランプのこの凹凸感というかは、はい、ちょっとなんかこうそのまま正常進化を感じます、そうですね、あと横のこの長さが全然違うんですよね、あー、なるほど、はい、確かにこれなんかこう写真とかで見比べると分かるんですけど、テールランプがグーってこう、はい、
だよりこうなんかワイドアンドローに見えるようになのか、うん、はい、すごくこう平べったいシルエットに見える感じのなんかデザインな気がします。そうですね、はい、あとはマフラーに関しては992がスポーツエキゾーストついてるということで、はい、まあ、標準の四角い4本出しからオーバルの2本出しになってますけど、はい、まあ、そんな違いがあったり、こっちは標準ですよね。はい、標準です、はい、あと先ほど触れたエアロダイナミックスはだいぶ違うということで、はい、そうです。このエンジンフード、はい、フード変わりましたね。ここも今日本当に比べてよかったです。はい、こんなに違うのかっていうぐらい違うんですそうですね、だいぶ変わりました。冷却効率だいぶ多分考えられて作られたのかなっていう感じです。もう勝手な素人的なこうイメージでいくと、991って割とこう吸気吸入よりかもなんかちょっとこう排熱とかそっちなのかなっていう、はい、うん、そうですね、はい、取り込みももうここのところメインですよね、はい、多分だとこっちもありますけど、そんなにこう積極的にこう入れる感じではないのかな、うん、それが992になるとこれこんな違うんですね。違いますね、はい、真ん中の要はピンのあったフードがなくなって、ここがしっかり開いてる形なので、ここめちゃめちゃ開いてるじゃないですか、はい、もう奥にインタークーラーが丸見え、丸見えです、はい、割とこう大型のインタークーラーが一つずつこう、はい、並んでる感じですよね。でここから取り込んだのを、はい、このバンパーの端っこのこれがそうです、マフラーとマフラーの間のここの下の部分からそのままこう抜ける、はい、ですよね、はい、ようになってます。だとこの脇を通してここから出てくるんですよね、はい、そうですね、はい、はい、横からも出てきます。だ抜きの方を結構しっかり考えられてる感じですよね。確かに、それが991だと割とこの辺の取り込みの量は少ないのかな、はい、で、まあ、ここからの排熱なのか通したものを抜くのか分からないですけど、そうですね、割とその辺の違いもあった、はい、だいぶ冷却効率は本当に上がってるのかなっていうような印象は受けましたね。特に今その空気の流れに関してはそのコンピューターの進化でシミュレーションがすごくそうですよね、できるようになったっていうのが大きいみたいです、はい、昔ってどうしてもこう風洞に入れて実際目で見てっていうのがもうシミュレーションできるようになったんで、もう本当に最低限 の, そのパーツとその形の変化で、うん、はい、まあ、最大限の効果が得られるようなことになってるみたいです、はい、じゃあ続いて内装の前にキーがやっぱり991と992で随分違うということで、はい、ありました。これ結構違うですね、見比べると。そうですね、992の方がすごくこう流線形というか、はいはい、ちょっと未来な感じの、ちょっとこれ車庫端になってますよね、はい、もうあとエントリードライブがやっぱ標準になってきたので、はい、あ、この部分もここが必要なくなっているという、そうですね、はい、はい、感じになっているです。そして今両方ドア開いてますけど、はい、カメラマンがあれって言ってましたけど、そうですね、びっくりしました。ガラスもこれオプションであの防音のやつが入ってるからなのかはずです、はい、992だと合わせのガラス、そうなんです、これちょっと気づかなかったです私も。ただこれ厚み全然ないんで、はい、これ比べないと分かんないですよね。そうです、実際開けてみてようやく分かる感じですよね。なんかもう S クラスとかあのベントレーみたいにもう明らかにこう合わせですよっていう感じじゃないんで、はい、分かりづらいですけど、うん、この辺の違いもあったり、はい、あとはちょっと比較と言いつつ、ちょっと両方中めっちゃかっこよくないですかこれ。いやいいですよねまあオプションやっぱそれなりに内装結構入ってるので、はい、結構両方ともどちらもこれどっちもドアめっちゃかっこいいですね、はい、でまあもうトップグレードターボ S ですから、はい、ここももちろんレーザーですし、はい、両方こっちマットカーボンですか。これマットカーボンです、はいはい、こっちグロスのカーボンの違いなんかもありますけど、はい、割とこう992の方がカーボンのこう面積は少なくなってますけど、そうですね、デザイン的にやっぱりちょっとシュッとしてる、はい、そして下側まで全部レザーという。ただ大きくはやっぱり変えないですね。大きくは確かにそうですね、変わらないですね、まあ、グリップなんかもこう、はい、45度ぐらいに、45度はないか、うん、ここのグリップも両方、はい、まあ、形状こそ違いますけども、うん、あったりとか、あとこのドアノブ、はい、あ、ドアノブ結構違うんですね。ドアノブは変わりました、はい、一体のものから割とこうデザインされた911、はい、そしてスイッチ類がやっぱり992、はい、進化して、はい、これ操作感も全然違うんですよね。違いますね、なんか本当にクリックみたいなそうです、はい、カチッて、多分他のスイッチも含め結構ちょっとその辺の物理キーのスイッチの進化はやっぱり変わります、はい、でちょっと比較じゃないんですけど、なんとこちらの992ターボ S の方はブルメスターが、はい、これ40万円以上
オプションじゃないですか。はい、ブルメスター入ってます。豪華オプションも装着されると、はい、でそのままリュギオに内装を見てみますか。はい、これ内装もちょっと外装に習ってというか、はい、ちょっとレトロ回帰してる、はい、ごく最近アリーナ店で992のターボタブを取らせていただいたんですけど、はい、その時もちょっと喋ってるんですけど、全体的に水平基調になって、はい、でもちろんそのついてるスイッチ類とか、うん、あとはその辺は、まあ、ちょっとこう近代的になってますけど、はい、全体的なこのシルエットというか、うん、ダッシュボードの作りが随分こうレトロに。そうですね、まあ、本当先ほども外観でも触れましたけど993とかやっぱあの辺の年代にちょっと似てる感じがします。うん、特にこのセンターから助手席につながるラインですよ、はい、に関しては本当に水平に感じます。うん、そしてあと内装全体的に同色で統一されてますけど、はい、中めっちゃかっこいいですね。やっぱり中もそうですね、グリーン系の落ち着いたレザーで、はい、で標準の 18V のスポーツシートと、はい、これだからなんかこう全体的にこう変えるところはしっかり変えて、はい、変えないところはもう全然変えない、うん、そうそうそう、スポクロもそうだしこの5連のメーターもそうだし、はい、ちょっとそのアリーナ店で撮影した時も言ってるんですけど、キーのこの回す動作、はい、変わんないですよね。2022年ですよ2022年にまだもう固くなに回す動作を強いる。そうですね、最高じゃないですか。最高です。こう割と結構もう軽自動車もそうだし、うん、まあ、普通のミニバンなんかもみんなボタンじゃないですか、ね、はい、もうスイッチポチッと押すだけですもんね。 それを未だにこうひねる動作を同じ場所でやり続けてる車って他にないんですよ。ないですね。分かってますよね、ポルシェ。メーカーによっては本当に同じメーカーなのに、はい、スタートのスイッチあれどこどこどこ、うん、もう車によってはハンドルの陰にあったりして、はい、まあ、ここかよっていうのがあるじゃないですかあります、ね、それがもうポルシェに関しては必ずドア側でひねる動作っていうのをずっと続けてるんですよね、うん、ただ体感を除くっていうことで。あ、まあそうそう、はい、体感はちょっとまた、はい、だ体感の流れをちょっと見ちゃうと、はい、この先が少し心配です。まあそうですね、はい、もしかしたら帰ってくるんじゃないかあとはもうあと細かいところを見ていくと、はい、天井だったりだとかシートベルトなんかも、はいはい、やっぱりこの辺のなんかちょっと統一感というか豪華さもターボ S ならではのところなのかなと、はい、じゃあ続いてこちら、はい、991の方の内装ですけども、はい、これもまたこれでただちょっとあの水冷からの流れを感じます。あ、そうですね、996からの流れですかね、はい、ただもう完成されてるっすよね。こっちも完成されてると思います。うん、なんか5連のメーターもそうだし、はい、まあ、ステアリングなんかも必ずこの、あ、必ずじゃないの、あれステアリングこれ4本スポークから3本になったのって996から。あ、6からか、はい、そこからつながるこの流れ、はい、あと細かいところなんかはやっぱりこう進化してて、うん、まあ、スイッチ類なんかもそうです。まあ本当によく言えば言うことないイコールそれだけずっと変わってるんですけど変わってないというか、うん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 、ずっとやっぱりもう歴代モデルどれ乗ってもこうすぐ馴染むデザインで作られてるのかなっていう感じです、ね、それはあるかもしれない、はい、戸惑わないというか、はい、乗り換えても。でこちらの車の場合は、メーターとスポクロ、はい、そうですね、黄色のオプションが入ってる、はい、レーシングイエローのメーターです、はい、これちょっとキャリパーのイエローと相まっていい感じですね。そうですね、はい、でこちらシートベルトなんかは標準の黒ですけれども、こっちもこっちで割とこう内装をまとまってるというか、はい、まあ、いろんな色使ってないんで、まあ、非常に落ち着いた感じの、はいはい、内装になっております。あと池田君おすすめポイントとしては、はい、ドリンクホルダーのありなし。そうです、ここはまあ好みに分かれるのかなっていう感じです。あの991まではあの助手席側のちょうどカーボンインテリアのパネルがあるところを押すとパカッと開いて出てくるんですね、はい、助手席側と運転席側出てくるんですけども、992はそれがなくなってしまっているので、その辺唯一あのトレイがドリンクホルダーにできるのがあるん で、はい、そうですね、これちょっとこれドリンクホルダー取り合いになっちゃいますよねそうですね、はい、まあ、その辺なんかの違いもあるんで、はい、じゃあ続いてボンネット側のトランク、通称フランクもサイズちょっとチェックしてみたいと思うんですけど、はい、あんまり変わらないというか、うん、ほとんど変わってないんじゃないかなっていう感じがしますね。微妙にこの992だと張り出しがある、はい、991でも張り出しありますけど、こう半分になってないというか、はい、ここだけ出っ張ってるのがちょっと992、使い勝手的にはあんまり変わらないですよね、サイズ。多分おそらくそんな変わらないと思いますね、はい、ちょっと早速こっちを見てみましょう。こっち側の出っ張りがこう一体になってるというか、うん、若干
ほんと若干もしかしたらこの幅が99の方が広い気もしなくもないですけど、うん、じゃあ全体的な印象はあんまり変わらない、はいはい、あとはまあ漏れなく4駆モデルなんで、まあ、少しここが出てるとか出てないとか、うん、はい、まあ、そんな違いがありそうです。そうですね。じゃあ続いてエンジンルームと言っても、はい、まあ、911ですからちょっと見えないんですけれども、はい、一応スペック的なものでいくと、はい、こっちが650馬力、はい、馬力はそうですね、で991の方が580馬力、はいはい、70馬力の差という、はい、であとトルクも10キロぐらい、はい、もうこの辺は、まあ、正常進化というか、はい、だと大きく違うところといえば、タービンがちょっとこっち、はい、可変のタービンになってて、そうですね、はい、まあ、低速から回るような感じのやつですね、はい、であのブレードの外にあの可変の板がついてて、それがこうアクチュエーターでこう開いたり閉じたりするんですよ、はいはい、そんなのがついてるみたいです。あとミッションが、ミッション変わりました。7速と8速ということで、はい、もうどんどん多段化されてますけども、はい、まあ、その辺の違いもある。だから結構0100の高評値はコンマ1か2ぐらいしか違わないけど、なんか実速が違うんですか。そうですね、これもちょっとあのびっくりしたんですけども、992のこのターボ S のメーカー高評値が確かに0100が 2.7 秒なんですけども、どうやらアメリカの某媒体が実測で何回か計測したところ、あの基本的にはそのメーカー高評値よりもコンマ4早いと本当に2秒本当前半というか、まあ半ばくらいの、まあ、0100というので、まあ、化け物ですよね。はー、はい、もう本当にだからそのトラクションの部分とパワーアップとの部分で、まあ、そういう部分に関してはやっぱり992の方が圧倒的に速くなっているのかなと。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ最後になりますけれども、はい、いかがでしたか。いや、まあでも本当に比較できる機会ってそうそうないかなっていう、まあまあ、東京展でも多分今後ほぼほぼお目にかかれないかなっていう気がしているので、まあいい機会でした。そうですね、今回ちょっと僕かなり勉強になりました、はい、細かいところ結構違うんだな。そうですね、はい、だ本当を言えばちょっと試乗してみたかったと。ちょっと諸事情により、はい、あれなんですけど、そうですね、ちょっと試乗をお届けできなかったんですけど、まあ、ぜひ機会ある方は両方乗っていただいて、買っていただいて、はい、比べていただけるといいんじゃないか、はい、あと今回ちょっと内容が多分結構薄かったと思いますけど、まあ、はい、市場がない分。そうですね、まあ、でも動画見た感じ、はい、とんでもない加速しますね。ちょっと体験してみて。いや、もう0102秒やっぱ前半ぐらいの加速って、あ、これはもう人間壊れちゃうかもしれないなってちょっと思うぐらい、うん、あの動画でいろんなメディアの見た中ではすごそうでした。ちょっと私も機会があれば体験したいなと思うんですけど、あと絶対的な速さで言ったらやっぱり992だと思うんですけど、そうですね、もうこの価格差のアドバンテージもありますし、はい、あとはポルシェってこう新しいものはもちろんその進化しててすごくいいんですけど、もうそれぞれの良さがあるじゃないですか、はい、彼らは彼らの良さがあるし、うん、もう空冷だったら空冷、はい、うん、991だったら991、997だったら997の良さがあるんで、はい、これどっちがいいっていうのはやっぱりちょっと難しいのかなと、うん、まあ、NA の GT3 系もまだ、ね、はい、ありますので、はい、なんでも本当に好みと、はい、うん、まあ、一つだけちょっとまあ伝えたいなと思ったのが、はい、あのこうやってやっぱりいい機会で比較するタイミングがあって改めて思ったのが、本当にずっとポルシェって基本、まあ、先ほどの本当キーをひねる動作にしてもメーターがまあ5連だったりとか、こういう細かいところ拾っていってもずっとこう変わってはきてるけど根本は変わってない、これがやっぱポルシェの良さなのかなっていうのを改めて思いましたね。確かに、はい、もうどちらもぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回は911ターボ S の比較をお届けいたしました、はい、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。